花尾芳郎の音楽魂。皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくね、やっていきましょう。先日お世話になりましたですね、汐留ブルームード、本当にね、皆様ね、お越しいただいて盛り上がってですね、お世話になりました。早速ね、今日レギュラーご紹介しましょう。松下としみさん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。盛り上がりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっと終わりましたね。結構ね、結構なお客様がいらしていただいて、ね、そうですよね。本当にね、豪華なゲスト、客席ね、本当嬉しかったですよね。桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした、ね、楽しかった。どうでしたか？めちゃくちゃ盛り上がりました ね。楽しかった。楽しかったです。それで新しいなんかその構成というかね、はい、まあ、最初松下としみさんが2曲ね、はい、歌って前座は、まあ、僕の、まあ、いわゆるそのちょっと演出だったんだけど、最初はね、お二人でねやられたっていう感じでね、はい、初めての試みで、ね、あれ良かったんじゃないですか。なかなか好評で、うん、ね、ちょっと、はい、ひばりさんにね、ご縁が松下さんは、まあ、あるんで、はい、まあ、デビュー前にひばりさんと全国を歩いたっていうね、はい、経験をなかなかする人はいないと思うんですけども、そういうご縁もありましてね、ひばりさんの歌2曲ね、そうですね、やったんですけど、どうですか、初めてああいう感じでやりましたけど、松下さん、まあ、前の日ね、桜田さんと2人でね、こっそりリハーサルして、ちょっとリハーサルして、あ、そうなの、一夜漬けですよね、一夜漬けで本当によくやりますよね、それぐらいのことで、うん、人前で。いやいやいや、でも良かったと思いますよ。ありがとうございます。ね、で、桜田さんもなんか結局ほら、バンドで暴れるっていう感じはなかなかほら、今、怪我とかもあって、ね、だからちょうどいい演出、あと、ね、諸岡健二さんとね、はいはい、あと、町田健介さん、はい、またその3人ともね、個性的なね、そうですね、マスケンさんがまたね、素晴らしい歌をね。いや、もうシンガーみんなこう個性的で、うん、で、バンドもバンドでみんなこう個性際立つっていうか、ね、そうだね、それが全部融合してすごくいい形になったなっていうのが感想ですかね。はいはいはい、僕はね、だから今回からちょっと考え方変えたのは、はい、いわゆるその普通のライブをね、みんな集めてやりますっていう感じじゃなくて、はい、この音楽魂ならではのね、コンサートにしたいっていうのは昔からあったんですけど、はい、まあ、今回からはやっぱりその出演者の方々もうお声かけ しましてですね、今までの出演者の方も、たくさんおいでになりましたし、はい、そのやっぱ交流の場っていうかね、あとそのファンの方々もそこでなんていうかな、ラジオでおなじみの方々とお会いできるっていうね、はい、ことがね、そのやっぱりそこでなんていうかな、いろんな方々とまた交流を深めてやって いければなって言って、まあ次回からね、やっぱそういう形でずっと続けていこうと思うんですよね。はい、でも自分ならではのね、やっぱりライブをやらないと、ただそのファンの人だけ見てすぐ帰るようなね、はいはいはい、そんな女優にとってつまんないじゃない。はい、だそれをね、いろいろ考えたんですね。そしたらね、なんか今までの方々もほら CD 出したばっかりの方とかはね、はい、そこでもう物販もできるような形にして、はい、そうするとなんか広がっていくじゃない。そうですね。ね。うん、失礼しました。いや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 、ちょっと今日はね、胸がよう喋りますね。喋るよね、ベラベラね。俺ちょっと昨日あばらをね、ひび入っちゃって、ちょっと今日はわーわー笑わせないでね。笑うと痛いんですか？いやいや、ちょっとね、うん、いやでもね、慣れてるから、俺横浜で歌ってた頃はね、もうだから年に3回ぐらい暴れおったこともあって、横浜の頃ね、はいはい、でもその次の日ちょうどグッピーっていうライブハウスがあって、そこライブだった時に普通ちょっと巻いてやりましたけど、だから常にね、何コルセット持ってるんですよ。胸のね、うん。ねえ、そういうことです。僕も持ってますよ、胸の。
本当胸ですか、あの腕を折った時にそこ巻いてたから、腕と一緒に巻くんですよ、腕を、あ、そういうのをコルセットがあるの、固定するのね、バストバンドっつって、三角筋で腕つって、うん、そのままこうゴムのバンドでこう固定して、うん、あ、そういうのもあるのね、あるんです、いろんなパターンあるよね、私も持ってますよ、腰のぎっくり腰のということでね、お待たせしました、遅くなりましたけども、本日のゲストをご紹介しましょう、はい、ノブさん、イエイ、こんにちは、こんにちは、どうもよろしくお願いします、本名ご紹介してもよろしいですかね、はい、山本信彦さんですよね、はいはい、そうです、実はその山本信彦さんとはですね、先日観音崎でね、初めて実はお会いしたの、この間ゲストで来たスカンク近野君と、山本信さんと、僕と、それで観音崎のそのグッピーって今言いましたけども、はい、昔その日の出町に45年ぐらいですかね、あそこ、そうですね、1971年にオープンした店で2010年に閉店しましたね、あ、そうですか、はい、でその頃からの、まあ、そこのマスターのお友達が山本信彦さんだったんですね年がバレる、であれ何年生まれぐらいですか、52年でしょ、うん、僕54年ですから、はい、あ、54年、じゃあ、うちの兄貴とね、兄貴ね、それでお会いして、なんかね、そういう出会いがあって、今回お呼びしたんですよ。だから、まあ、プロフィールもね、山本信彦さんの、プロフィールにもありましたけども、あれですか、20年ぐらいやってなかった時期があったんですか。そうですね、20代の頃ずっとライブ、グッピー中心に横浜でやってて、うん、で、仕事なんだかんだやって、30過ぎた頃に、まあ、結婚して、なんか遠のっちゃった。あの頃ね、うん、大体その、ちゃんとプロになれなかった人は、うん、結構真面目に遠のいちゃったんですよね、うん、割と、ね、僕も遠のき方が高かったんだけどあ、でも分かる分かる、僕も5年ぐらい遠のきましたからね、そうかそうか、34から5年ぐらいね、でもあれですよ、ここの番組においでになるゲストの方々も、まあ、吉田よし子さんとか、はいはい、例えばジャズの大野絵里さんとかも、はいはい、やっぱ子育てで10年ぐらいやってなかったとか、はい、うん、吉田よし子さんもアメリカに行ってね、20年ぐらいそれこそやってなかったっていう方もいらっしゃるんですね、うん、ただその僕もそういうこともありましたけど、今こうやってね歌われてるって、音楽にね楽しまれてるっていうこと方々もね、やっぱりそのいろんな生き様を紹介したいっていうのがあるんですけど、うん、デザインの仕事だったんですか。そうですね、デザインっていうか、まあ、インテリアのテキスタイルで生地を布を作る会社で企画の、で、まあ、世界にヨーロッパとかアメリカに輸出をするようになって、うん、で海外行ったりして、まあ、結構忙しくなって、うん、まあ、それはそれで楽しかったんですけどね、うんうん、ただやっぱりずっと なんとかやっぱどっかにやっぱ音楽やりたいっていう気持ちはどっかにあったんでしょうね、うんうん、もう全くやめちゃって、ギターはなんかもう押し入れの奥にしまったままになってましたけど、うん、まあ引っ張り出して50ちょっとぐらい前ですかね、恐る恐るグッピーのドアを叩いて、うん、そしたら、お前なんだとかって言われて生きてたのかとかって言われて、やるとかって言われて、あの当時のグッピーって、僕は20年ぐらい横浜にいたんですけども、まあ、いろんなエディ・バーンさんとかね、その頃やっぱり飲み歩いたりとかはしてましたけど、その以前にグッピーに行った頃っていうのは、僕はまだそれこそ20年弱とかぐらいのお付き合いなんですけども、うん、ノブさんとかがいらした頃って1970年代の初め頃だったんで、まあ、できた頃から、そう、僕は73年かな、初めて、あるバンド のオープニングでやんないかって言われて呼ばれて、その時21か20歳ぐらいだったんですけど、まあ、でソロでやって、で、うん、でその頃だから久保田誠さんとか、まあ、夕焼けがあったのね、いつもライブで常連でいて、はい、あ、そうですか、でアンクルムーニーのムーニーさんとか、うんうんうん、まあ、あの辺がいつも、まあ、一番常連だったのかな、うん、その頃よく一緒にやってましたけどね。なるほどね、どんな感じですかね、ロック喫茶は。もうほら
きっとね、要するにそう、金尾さんが知ってらっしゃる店はね、新しい店だと思うんですよ。あ、同じ場所に反対側に汚い、ね、汚いね、もう本当に平屋の木造みたいなね、はいはいはい、要するにもう本当にあのアメリカ南部のジャンクハウスみたいな、もう今にも倒れそうな木造の、あの裏にストリップ小屋があるところ、そうあそこが入り口だったんで、ね、でちょっと目立たせようかってんで、僕があの壁にあのアメリカのジャンクハウスの絵を描いて、あ、そうなんだ、煙突から雲がこうもくもく出てるような絵を描いて、はいはい、うーん、で書いてたらなんか高校生たちが集まって、ここは何ですかって言うから、もう入れ入れとかっていう、そういう悪い大人でしたね。そういうね、あの横浜の時代の話もね、お伺いしながらですね、今日はあのノブさんにお越しいただいて、はい、まあ、あの今動画撮ってくれてるね、キキさんもなんか、ね、そうですね、ご存知、あのそう、キキさんとはね、六角橋にあの、うん、闇市っていうあの不思議なあの闇市、ま、うん、あのお祭りがあるんですよね。で僕はそこでずっとストリートライブやってたんですけど、ここ十何年、うんうん、でそこにある一軒のそのまた汚いすごい面白い店があるんですけど、うん、あの風丸ってやつがやってる、あ、なんか知ってる、なんか、なんかやってる人だ、そう彼もミュージシャンで、あー、ブッピーでなんか、彼もやったんですね。そで、その時友達になって、はい、僕が再会した頃に最初に友達になったのかな、うん、だかそれが15年5、6年前で、うん、そんでそこで彼がやってる、あの彼は木工屋さんなんで、そこでこう自分の作ったものを飾る店をやってるんですよ。でその2階を自分のライブハウスにしてるんですけどね、うん、でそこでその月に1回その闇市ってお祭りの時に、うん、あのキキさん来てくれて、あ、そう、歌ってくれたりして、お、歌うんだキキさんって睨まれちゃったもん。ああ、そう、そうですか。で、チカノ君とかもね、なんかそう、チカノともそこで知り合ったんですよ。へえ。彼もグッピーの常連だったの僕知らなくて、で、その六角橋の闇市のストリートで一緒にやるようになって、で、彼声がでかいんで、マイクなしでストリートであの、ブルース歌ってて、なんだこいつみたいな、一緒に長くやって、したらグッピーって話になって、だグッ彼とはグッピーで一緒にやったこと一度もないんですけど、だからちょっと世代が、うん、違うんですよ、ね、ちょっと前の、うん、だから、おそらくグッピーに、ノブさんが、来ない頃僕とか近野くんとかですね、だし山手とかあの辺が知らないんですよ、飲んだくれてたんですね、うんうんうん、だから僕も存じ上げなくて、だからこの間グッピー行った時になんかそのもう昔からのね、あのあそこのマスタートンベさんのね、彼は結婚する前からの、あ、スムさんちょっと、うん、アトランタからお友達来ましたけど、いいですか、中に入っていただいて、ということで、あ、ごめんなさい、話の途中で、はいはい、どうですか、あ、どこまで行きましたっけ、ね、どこまで行きました、あ、グッピーのそうそりゃないよね、話の途中でごめんなさい、ごめんなさい、びっくりしちゃう、ちょっと時代がずれてて、カナオさんがそう行き始めたっていう、そう、僕が行ってる頃は、うん、なんかその要は横浜のその荒くれ男がみんな来ててあのおでんの、あ、なくなっちゃいましたけど、おでん健三とかね、健三はね、とか来てて、健三の若い頃はね、よく遊びましたよ、ほんと、うん、健三とか同じ年なんですよ、僕、あ、そうぱったり死んじゃいましたけど ね、そうですね、あの、亡くなった人もいますけどもですね、うん、入れて、あ、全然いいですよ、入ってください、外置いちゃダメだよ、うん、全然 OK ですよ。ということで、ね、今日桜田さんのお友達もいらして、ね、ご紹介くださいよ。吉井さん、あの、塚さんと桜田とかを鬼殺しの時によく来て、来てくださる。鬼殺し T シャツだね。鬼殺し T シャツ着てますね。あ、そうなんです。そうなんです。よくあの来てくれる。あ、そうですか。はい。あの、加納さん、湘南大でショーの時に加納さんも、あの、見られてるという。あ、どうも。CD ちゃんと持ってます。あ、そうですか。ありがとう。いやー、これは僕の CD もね、あの、ありがとうございます。ということでね、どうぞ。あ、大丈夫ですか？怖い。いや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 。いや、息子さん、うん、ということで、ノブさんね、今日早速なんかその生で聞かせていただきましょうかね、一人でちょっとやってみます、いつも一緒にやる曲でもいいし、じゃあさっきのちょっと一緒にやりましょうか、はいはい、どういう曲ですか、さっき今話に出てたあのグッピーブルースっていうんですけどね、だからその頃1970年代にそのグッピーってお店でやってた自分の曲なんですけど、うん、まあ、この曲はその店の、まあ、
加納さんも知ってるマスターのトンベのおふくろさんっていうのがいましてね、うん、あ、お母さんね、僕が行った頃にね、まだいらっしゃいましたよ。いました、うん、で、あの元とんかつ屋のおかみさんだったんですけど、うん、で、かあ、まあ、そのおっかさんが作る親子丼が食べたくてよく通ったんですけどね、で、彼女のことをちょっと歌った曲なんですよ。グッピーブルースですか、ね、はい、ほうほう、いいですね、いきます、いきますか。45年ぐらい前ですか、これ。そうですね。もともとあれ、どういう、あの、やっぱ黒人のブルースとか、まあ、加賀亮さんとか、そうですね、そういうなんか影響があるっておっしゃってましたけど。19歳の時ですかね、うん、中津川でフォークジャンボリーっていうのがありまして、うんうん、でそこに一人で行ったんですよ、うん、で寝るとこもなくて、うん、で知らない人のテントに潜り込んでですね、うん、朝起きたら外に転がされてましたけど、でそこでまあハッピーエンドもいたし、で僕は加賀亮さん聞いてあいいなと思って、うんうん、で今みたいにちょっとフィンガーピッキング始めたくなって、うん、でずっとそれから、ただその時にその加賀亮さんが好きだったっていう、まあ、ミシッピ・ジョン・ハートっていうミュージシャンを聞いて、その頃はもう本当に今みたいに聞く術がないんでね、ミシシッピ・ジョン・ハートね、はいはい、もう本当になんかカセットなんか探してきて一生懸命聞いたりとか、うん、でそんな感じで始めましたね、10代の頃に。なるほどね。やっぱこうブルース系になりましょうかね。
まあ、ラグタイムとかいろいろそうだね。ブルースはもう今若い人たちがすごい上手くてね、まあ、なんかすごいブルースやるんですけど、はいはいはい、僕はだからあの高田渉さんとか、はいはいはい、あの香川亮さんとか、はいはいはい、まあ、あの人たちがやってた要するに、まあ、いわゆる南部の昔の戦前ブルースみたいなのを日本語版にしたみたいのに惹かれて、まあ、40何年前やってたんで、まあ、そこから進歩してないっていうか、うん、そのままですけどね。でもやっぱり今は割とね比較的僕らよりも若い方々がそのブルースね、あのすごくあの やられてる方多いじゃないですか。です、ね、まあ、コージ・オーチ君もねこの番組に来ましたけども、すごいですよね、うん、今の若い人たちは上手で、うん、そうですよね。あのなんとかあのどっからそういう古い戦前ブルースとかをね、うん、若い人たちがこう やってんのかっていうのは不思議なんですけどね。ちょっとなんかこう面白いですよね。すごい、まあ、すごいなとか思いますけどもね。でもやっぱりこう、まあ、この前ここに出た力のともよく話すんですけど、やっぱりこう日本語でね、うん、歌いたいねっていうのがあって、うん、まあ、自分たちで作ってやろうかみたいのをやってきたんですけどね。自分が英語はそんなに喋れないっていうのもあるかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、今逆に若い人たちがどんどん海外行ってね、うんうん、英語の曲で挑戦するのはすごいなと思いますけどね。はいはいはい、うん、ね、すごいと思いますけど、でもそこら辺がこう入り混じったところがすごくね、あの素敵なところで、今の部分だけを、まあ、日本の芸能界とかはちょっとまた別じゃないですか。でも素晴らしい才能を持った若い人もたくさん出て、うん、ね、いらっしゃるんだけども、あの昔からずっとそれをやってる人たちがあるからね、そういう人たちもなんかこういるような、ね、そうですね、うん、確かにそうするんですよね。だから例えばエディ・バンさんを呼んだ時に、うん、お見えになった時に呼んだ時って失礼しました。エディ・バンさんね、高校の先輩なんですよ。あ、本当に、うちの兄貴の同級生なんです。ああ、そうですか、ね、あの中華街のね、はい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 、息子さんで、はいはい、そうですよね、うちに遊びに来たことありますよ、うん、だからお前さっきのけにいないじゃねえかとか言われちゃってでもゴールデンカップスなんか言ったって、まあ、誰も知らないしさとか言ってましたけども、グッピーね、あの壁さん来てましたよね、よくね。あ、壁さんね、一番最初の頃、うん、お見えになったんですよ。まだね、動画とか撮ってない頃ですね。壁さん喋りが面白いんですよ、ものすごくダジャレ有識ということでね、今日はね、ノブさん、おいでいただいてますけども、近々のライブスケジュールでありましょう。そうですね、来週が、うん、来週、来週の金曜日かな、うんうん、伊勢崎商社町の猫屋というところで、しっかり歌いますけど。伊勢崎商社町猫屋ね、ね、はいはいはい、あれ どういう字書く、ね、音の小屋ですね、音小屋ね、うん、結構ね、はいはい、いい音ですごく拾ってくれるんで、うんうん、すごく弾きやすいんですよ。うーん、でその翌週からなんと近野とライブツアーにあー東北 の福島と岩手と、あ、それは、ね、予定決まってるの？決まってますね。まあ、結構盛岡のすごいこうクロスロードってすごいこうなんていうんですか、まあブルースの塊みたいなお店とかでそういうとこ行って、はいはい、彼はしっかり酔っ払いのブルースマン来る地下のとかって書かれてますけどああ、そうですか。この間なんかブルームードにね、いらしていただいてね、みたいですね、おとなしくしてましたよ、うん、ね、酒飲まないとおとなしいんです。あ、いやでもね、ほら地下のさんも学校の先生を退職してね、今非常勤講師をやりながらね、うん、みんなだから僕はあれが本当羨ましくてねもう歯がいいなんかもう落ち着いた感じでさブルースみたいなね、もう俺ずっともうギリギリのところで来てますから、もう大変なんですよ、骨折っても仕事休めないからいやいやいやね、そんな感じですけどもはい、ということでね、松下さんの方から今日ファックスが来てますけどもね、その前にちょっとご紹介しましょう。今日はアトランタの大山空手師範
あの高橋市販がどうもどうもすごいすごいすごい この間ありがとうございました。いやお前は本当にもう絶対胸は折れないって感じ、ね、楽しかったですか。もうすごかったですね。あ、そうですか、ありがとうございます。なんか豪華メンバーでしたもんね。ゾッとしましたよもう。最後ね、あのまああの桑田靖子さんとかね、うん、丸山恵子さんとかもおいでいただいたり、あともう出演者のね桃田さんとか、うん、町かの君もそうだけども、いろんなね、うん、あの半田素直さんとかもね、菊田俊介さんとかね、菊田俊介さんのもう最後はもうよかったね、ラッキーでしたね、あれが聞けて、ね、が聞けてそもそもあれなんでしょう、つとむさんの帰国に合わせたんですよこの日程は。そうそう、実はね、つとむさんのために僕はやったって言っていいぐらいのね、ブルームードの前にしました。年にね2回しか帰ってもらえないからね。でもまあああいう形で、うん、あのやっていくと皆さんもね、うん、あのよ、まあ、自分たちがやっぱ楽しいからね、うん、あの楽しいからお越しいただいたお客様も本当楽しくなると思うんですね、うん、でまた関係が広がっていくじゃないですか。同窓会みたいな感じでしたね。そうです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 、だからね、そういうのでほら、うん、考えた方が気が楽なんですよ、うん、100人呼ばなきゃとかね、うん、思ってライブやって、もうまあもちろん宣伝ももう口コミプロモーションしかできないけどもやりますけど、もうそんなことばっか考えたらいいステージできないんで、とりあえず考え方をちょっと変えてみて、やっぱり みんながその同窓会みたいなね、音楽魂同窓会みたいな形でやればお客様もね、俺きっと増えてくると思うんでね。増えてくる、いやそう楽しいから盛り上がるからね。そうそう、なんか興奮冷められる、うん、そこしかできないっていうの。あ、すいません、じゃあちょっとメールいきましょうか。いいですか、喋りすぎた、ごめん。こんにちは、はい、金尾さん、としみさん、桜田さん、キキさん、はい、スタッフの皆さん、小田原の青木です。ああ青木さん、ありがとうございます。ずいぶん久しぶりの投稿でごめんなさい、はい、火曜日、7月2日の汐留ブルームードでの音楽魂ボリューム、6の大成功、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます、お疲れ様でした、音楽魂ライブファンとしてはブルームードでの復活ライブっていうだけで嬉しくて楽しみでしたが、いきなりオープニングがとしみさんのソロ2曲っていうのがファンにとっては大サービスで盛り上がりました。桜田さんのギターとしっとりしたムードで、これからもライブでこの2人のパターンが良いんじゃないでしょうか。楽しみです、ね、やっぱりね、そういうご意見が多いでしょう。ありがとうございます。もう図に乗ってやっちゃいますよ次回も。今回ライブの目玉、町田健介さん、うん、諸岡賢治さんのステージを見るのは初めてでしたが、はい、あ、そうですか、2人ともなかなか、はい、個性的で良かったです、はい、優しい人柄なのが楽しかったです、うんうん、町田健介さんのルイジアナ、うん、ラストダンスは私にで、うん、会場が盛り上がっていましたし、うん、諸岡さんのアコースティック、ギターに乗せたトークと、うん、どの曲でもラストを、うん、梅村さんのギターソロで締めた、うん、流れがとても素敵でした。ほう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 。梅村さんがラジオ音楽魂のサポートギターリストだったというのも初めて伺い、うんうん、大発見でした、うん、もちろんメインの金尾さんのステージでは、うん、お客さんがみんな最初からおらびってやろうというつもりだったので、うん、レションレションななな大合唱で大盛り上がりだったのが楽しかったです。ありがとうございます。そんな素敵なミュージシャンがたくさん集まって、なんともお得なライブでしたが、うん、僕は皆さんが大好きになったので、うん、皆さんと Facebook でお友達になって、うん、それぞれのライブにお邪魔することにしました。はいはいはい、早速10日は諸岡賢治さん、おうおうおう、来月1日はウォッカ、うん、21日は町田健介さんのライブ、うんうん、そんなこと僕らの辻君もね、はい、来ていただいてね、ありがとう。そんなことが夢、皆さんとメールを送りながら決めました。はいはい、梅村さん、赤井さんともスケジュール調整中です。すごいね。桜田さん、はい、ライブスケジュールを教えてください。あ、そうですか、うん、今月7月21日に、はい、能見台の魚宝スタジオで、うん、塚さんと一緒にやります、うん、はい、それから26日元町のブルースギターフォーエバーでやります、うん、はい、今月はそんな感じですね、うん、はい、Facebook、はい、お友達になってるよね。スカガラもなんかあるんだ。スカガラもそうです、そうです、行きます。、はい、来るの行かせていただきます。4月13日が郡山、ね、13日、あ、郡山はあれですよね、バンドですもんね。いやでも、入っていいですか、全然いいよ。あ、じゃあ、まあ、それはもう言ってある。あとでね、うん、いい続きが、はい、はい、ごめん、金沢さんのライブにも、時間を作ってお邪魔する予定です。ありがとうございます。それそうだよね。ありがとうございます。絶対来てね、これから、しばらくはいろんなライブが、
聞けて楽しみです、はい、あ、そういえば当日会場で桑田靖子さんからも12月8日のブルームードで、のライブ誘われました。約束しました。ね、長くなりましたが音楽以外でも Facebook で会話させていただいた大山国際カルテの高橋師範と初めてお会いすることができて、大山雄一で、ね、今日ね今いらっしゃいます、いらっしゃいますよ、ね、はい、会場で、当時流行った漫画の空手バカ一代や、うん、極真空手での有名人の方々のお話で、うん、大いに楽しく盛り上がりました、うん、高橋師範はその漫画を見てアメリカまで極真空手を追いかけた空手バカ2代、うん、3代の僕ら世代のヒーローです、うん、嬉しいことに高橋師範からもお友達に誘われました、うん、写真もたくさん撮れました。いや、こうやってね、あの、うん、その友達同士が、ね、輪が広がるっていうね、うん、音楽魂ライブに、ね、していきたいよ、うん、そう、すごく方言が出たけど、はい、ライブは終わりましたが、カナオさんから素敵な提案も聞けて、はい、この後も、この今後も、はい、お楽しみが続きそうでワクワクしています、はい、ブルームードでの音楽魂をやってください。ライブの大成功おめでとうございます、はい、ありがとうございます。小田原の青木より、ありがとうございます。青木さんどうもありがとうございますね。長々長々ありがとうございます、興奮がね、ですね、時系列に書いてるからすごいですね、うん、やっぱりこうそうやって広がるのがいいと思うよね、うん、はい、自分だけの宣伝だったら、ね、つまんないんだよね。だからこの番組をね、僕始める時もそういう気持ちで始めたんで、うん、やっぱりそういうミュージシャンの方とかね、長年続けてる方をやっぱご紹介したいというね、そういうことで僕の方がね、来てますね。チャーリー佐藤さんからですか、金尾芳郎さん、投げ銭 FM オン中、皆様こんにちは。こんにちは、こんにちは、火曜日はブルームードライブお疲れ様でした、ね、ありがとうございます。とても盛り上がりましたね。私はというと興奮冷めやらず、北千住で一人打ち上げをした記憶がございます記憶がございますいや結構来た時から酔っ払ってたなそして水曜日には赤羽で日の変わるまでランチ期騒ぎをした記憶がございます記憶がございますこんな日々の過ごし方を反省しつつ、昨日は大谷田温泉明神の湯で半日ゆっくりとノンアルコールで過ごしました。ノンアルコールあそこ明神の湯っていうの行ったことあるんだけど、亀有の、はい、露天風呂が7個ぐらいあるのよ。あ、すごいいいとこでね、古い感じで、まあ、いわゆる温泉センターじゃなくて、今何スーパー銭湯みたいな感じじゃないのよ。木をね使って、木を大事にしたような温泉、だからすごく落ち着くんだよね、木と緑があって、そう宣伝してもしょうがないよね。ということで、ゆっくりノンアルコールで過ごしましたっていうね、ブースにいらっしゃる皆様、思っているほど体は丈夫ではありませんって僕のことだよね、たまにはリラックスして体を休めてあげてくださいね。ありがとうございます、チャーリー佐藤さん、投げ銭が今日3万円来てますね。おお、素晴らしい。ちょっと飲みすぎて使ったかな十分ね、ありがとうございます。ということでね、今日は生演奏で、ね、続けますので、僕喋りすぎたかな。ノブさんなんかやってみます、一、はい、人で。じゃあ、はい、ノブさん、それこれ映りにくい、この位置で大丈夫？もうちょっとこっちに来た方がいい、大丈夫かな、うん、もう少しこっちに、あ、すいません、ラジオの大きい皆さん、こっちこっちとか言いながらおそらくこの方がいいかもしれない。何をやりますか？じゃあ港のブルースという。お、港のブルースですね。
ピアノの前でうつむいたお前が見えるよ。タバコの煙立ち込めて港がなんかね浮かんできますけどもですね。もうずっともう生まれてからずっとそばに住んでるもんで。そうなんですか。そうですね。ちょうど今港の見える公園っていうのがあるんですけどね。あれが僕が10歳ぐらいの時にできたんですよ。でそれまではあそこはただの荒れ野だったんですけど、でそこその前はあそこイギリス軍の駐屯地だったんで、フランス山っていうのがあって、でもで戦争をほっぽらかしになってたんですね。で僕はそこでだからいつもなんか遊んでましたね。なんか走り回って。僕は住んでたのは根岸の森林公園のすぐ近くですよ。でひょっとして割と近かったんじゃないですか。ちょっと遠いですけどね、森林公園から。でもあっち山手の方ですか。そうです、山手のちょうどその港の見る公園から港がこう見えるんですよ。まあ当たり前ですよね、港のでそこにちょうど僕がその公園ができる前にあそこにちょうど埠頭が、山下埠頭って僕がずっと歌ってやる曲があるんですけどね、その山下埠頭ってできたのがちょうど1962、63年なんですよ。でちょうどだからそこが作る、今ちょうどそこを壊してるのがまた見えるんですけどね。もう今なんかそこにカジノ作るとか作んないとか騒いでますけど、すごいいいところにお坊ちゃんまだ近野君と同じで余裕がある生活してるんですか。いや、うちの親父がね、戦争終わってすぐ2年目ぐらいに、船でアメリカに渡って、でアメリカから帰ってきて、なんかアメリカみたいな家建てたいなっていうんで、なんか山手に家を建てたらしいんですよね。あ、そうなんですか。でそこでまあ育っちゃったんで。ああ、そうなんですか、いいですね。横浜の変化がすごいね。いや、僕そうですね、僕はその娘がいて生まれた頃は娘は六本木で生まれたんですよ。すごいな。その時10番に住んでたんだけど、その六本木のヒルズ今立ってるじゃないですか。はいはいはい、あの辺で暮らしてたんですよ。跡形もないけど、いつ頃ですか。僕ね、1981年から3年間六本木で働いてたんですよ。いや、だから今から20、20、
30年ぐらい前はずっと進んでました、ね、じゃあちょうどその頃すれ違ってましたね、うん、あの辺でね、僕だからイークラにのところにアクシスビルっていうビルができたんですよね。あれができた時にちょうどそこの2階のお店の店長っていうか売り場の責任者として行ってそこでやってたんですよ。でそれ釜安さんとか来てくれたりして、ああそうそう、なんかね、あの辺、結構野獣界の人たちでしょ。そうそうそう、で面白かったですよ、ね、だからあの頃いろんなミュージシャンが来てくれて、酒井正明さんが来て、ビザカードじゃなくてバカカードでこれで払うからって、それ払えませんけど面白い本当。いやでもそういうご縁があってね、またこうやって、その当時はねお互いにあれでしたけども、またこうやってね、すごい奇遇ですね。ねえ、はあ、そうそう、そんなことがありましたけども、まだだから元嫁と娘は、いや、あれそこ住んでますよ。いらんこと言わんでいいよ。森林公園のところに。僕、窓開けたらもう米軍だったから。森林公園の前に今マンションとかいっぱい建ってるじゃないですか。あの辺じゃなくて。うん、じゃなくて、入り組んだとこですよ。あ、すぐフェンスのもうそこ、はいはい。消防署の近く？消防署じゃなくて、なんか消防署。あんまり詳しいこと言ってないけど。いや、でも、そうそう。だから、追われるように、六本木から、越したんですもん、横浜に。で、僕九州福岡生まれだから、ああそっか、割と横浜ってコンパクトじゃない、街が。だからなんかね似てますよね。そうそう、そう僕もね福岡仕事でよく行ってたんで、うん、なんか港町っていうか、そうそうそう、なんかねそういうあれがありますけど、もうそういう話ばっかりになっちゃう。松下さん、ファックスが来てますか。それちょっと、ご紹介しましょう。ストームさん、僕ちょっと暴れ響きがしちゃった、昨日鍛えなきゃね、すいません、いや鍛え方が足りない。はい、加納さん、松下さん、こんにちは。桜田さん、キキさん、いつも楽しませていただいています、はい、毎度松戸のまっちゃんです。あ、まっちゃん、あ、どうもどうも。先日のブルームードお疲れ様でした。お疲れ様でした、エンジャープラスアルファの凄さ圧巻でした。さすが加納、金玉カナオ祭りですね。さて本日のゲスト、山本信彦さん、はじめまして、うん、優しく語りかけるような歌声とギターの音色、うん、川崎 FM から思う存分届けてください。はいはいはい、PS 今日は自宅でラジオを楽しみます。ありがとうございます。いつもね、いろいろ差し入れとかいただいてね、お世話になっております。もう、ね、いつもね、ありがとうございました。遅くまでね、この間もブルームードでほらワインを出演者全員にね、せいのさんね、せいのさんでしたっけ、もう出り、お花とワインを全員にね、もう前日徹夜で作ったって言ってましたよ。いただきましてですね、あれはどうやってまた下げてきたの、コップの方がカバンに入れて持ってきたね、10本以上でしょ。そう、だから本当にね、花を添えていただいてね、はい、皆さんのおかげでですね、いい形になりましたよね。そうですね、うん、嬉しかったですよね。本当に、松下さんもね、いろいろご苦労様でした。あ、もうお疲れ様でした、ね、もう気の緩みが出てちょっと暴れに暴れどうしようもねえなって思ってますけどもですね、僕は今日歌うのはちょっと控えますか。ちょっとなんかおらびますか、なんか一曲。オラバなくても。じゃあちょっとしっとりした僕もブルースみたいな曲が見たいなっていうか。これはどちらに、このギター、はい。松下さん、コーラス、あ、そうか、コーラスなんか入る曲じゃないかな。ギターの方に、いいですよ。これで。なんかやってみますか。ミッドナイトブルースのやってみます。はい、なんかちょっとゆったりめでいきますか。いいですか？はい、どうぞ。
加納芳郎ミッドナイトブルースを軽くオラバズに歌ってみましたけど、ね、あ、でもこういうのもいいかもね。オラバナイト、うん、いや、いいんじゃないですか ね、 ね。あ、そうですか。僕この緩い感じ大好きですけど。あ、緩いね。いや、まあね、あ、松下さんこれコーラスなかったんだね。コーラスはなかったです、ね。うん、ということでね、今日はあの山本信彦さん、ノブさんをご紹介しておりますけどもですね、今後のその活動というのはどういう感じでやられる感じになりましょうか。あ、うん、まあのんびりやりたいですね。ねえ、のんびり。いや、でももうガツガツやれない年なんでねえ、あの、でもあれじゃないですか、結構あのノブさんとか歩くのは早いよね。ああ、そうですね。あの、すごい元気いいじゃないですか。なんか歩くの早いですね。なんか特別なんか健康に気をつけたりしてますか。何でもしてないですね。毎日酒飲んでますけど。お酒はお好きですか。好きですね。もう、まあ、でも昔に比べれば随分ね、うん、昔本当に若い頃グッピーで朝の5時まで飲んでそれから会社行ったりしてましたね。ああ、なるほどね。そんなことしたら死んじゃいますね。いや、でも今はできないね。健康でね、あの、歌えるっていうのはやっぱりその一つ健康のバロメーターですよね。確かに。うん、だから割と僕はあの老人介護施設とかそういうとこでも歌ったりもしてるんですけど、見てます見てます、すごいですね。なんかでも、うん、ああいうお年寄りの方ってやっぱりその音楽とかね、うん、そういうので一緒に歌うとか手拍子するとかっていうことがものすごくなんか元気になるんですね。そうですね。で2回3回行ってたら顔が変わってくるんですよ、うん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 、最初行った時よりも、ね、知ってる歌とか出てくると喜んじゃうんじゃないですか。そうそうそう。だから大体あの松下さんに美空ひばりさんをちょっとそれで掴んでおきながらその後に僕が出ていくんですよね。そういうこともね。でもオリジナル曲とかも覚えてくれて、あ、いいですね。だからね、ああいう元気に歌えるっていうのは素晴らしいなとか思いますけどもですね、最後じゃあノブさんなんかやります。あ、じゃあなんか合わせやすそうなのが、じゃあ、 あのちゃんとしたあのちゃんとしたブルースやりますから。ちゃんとした、うん、あの僕の曲じゃないですけど、うん、いいですかね。いいです。あのさっきの香川亮さんがやってたのを僕が勝手にアレンジして、もう50年近く前からやってる曲なんですけど、容疑者のブルースっていうのを。あ、皆さん聞いたことあるな、それ。いいですか。はいはいはい。呼んでるよ、呼んでるよ、容疑者がさ、呼んでるよ、どこへ行くのかね、容疑者ここにはいられ
汽車に乗って おー、ここで終わるのがいいのね。これ桜田君言ってないのに急に合わせるの大変でしょ。いやいや大変ですね。すいませんでした。まあ自由っちゃ自由よね。そう、一人でやってるから。ね、もう大体ね、あの一緒にやってくれる人たちからいつもね、ブーイングですよ。でもさ、普通さ、えーとかこう、合図するじゃない。急に終わるからね。この自由な人だなと思って。あ、胸が痛い。笑いすぎると痛いよね。笑ったらもう痛いのよ。まあ、あの、あれだけどね、今日はね、あの、ノブさん、普段はあれですか、そのクレジットとか ノブさんっていうノブっていう感じで出てるですね、うんうん、ちょっと、ま、前はい、はいはい、どうもすいません。で、あの山本さんっていうのはあんまりあれでしょ、山手線、あ、山本あ、はい、はい、山本、はい、では本名です、はい、いや、でもノブでずっとやってきましたね。そうなんですか。あのグッピーやってる時はなぜかあのこうベースライングでいつもブン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 言うんで、うん、クマンバチのノブという名前で、あの昔クマンバチのピアピアとかに乗ってましたけど。クマンバチね。なんか近野君とも話したんだけど、なんかいろいろできるといいですよね。そうですね。よろしくお願いします。はい、もうぜひよろしくお願いします。え、今度いつから行くんですか、東北の方は。東北は19日から3泊4日で僕は帰ってくるんですけど、近野はその後またどっかぐるぐる東北回るみたいで、彼の車に乗っかって、なんかもう珍道中ですね、ギター積んで。いいですね。道端でギター弾こうかとかね、いろいろ言ってますけど。いいな、そういう人生もいいですよね。そう、昔あの映画で、ずいぶん前の映画ですけど、うん、クロスロードって映画覚えてます？あの空手キッドの彼があの、うん、主役でやった、あの映画すごい好きでしたけどね。なるほどね。僕らの世代ってそういうのがありますよね、なんかね、うん、ありますね。なんか自由になりたいっていうかね、ギターで、うんうんうん、いやでもノブさんはデザインとかの仕事をやられてたから、 そういうよくフェイスブックってあんまり見るんだけども、うん、部屋とかものすごいすごい、ね、あ、好きですね。だからインテリアの会社だったんで、だから自分でいじるのが好きです、ね、あとだからそういう家具とかなんとかって、まあ、知り合いが多いんで結構ね、あの、いろいろ助けてくれるんで。あ、そうか、もうそろそろね時間になってきましたね、はい、ということで、今日は本当にね、あの話し込んでしまっちゃってね、 ありがとうございました。楽しかった、山本信彦さんことノブさん、ね、ありがとうございました。しました、桜田武さん、ありがとうございました。松下としみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、来週もまた元気にあのやってまいりましょう。来週は少し痛みも取れておると思いますので、ね、思い切り、はいはい、ね、来週は金玉ですね、はい、で終わったらもうすぐあの福島行きます、僕はね、ということで来週もお楽しみいただきたいと思います。 See you next time。 お相手は金谷浩でした。あの人は今はない。